はい。そして、次気になっている女。えー、AV 部門です。AV 部門。これはね、ちょっと賛否両論あると思います。いっぱい言いますし、まあ強いやつも相当強いので、これ賛否両論あり、まあでも俺のもう主観でいきます。俺の主観。えー、1位、奥田崎。奥田崎は、もうちょっともう、もうちょっと,もう,ょっともう電動入りした方がいいんじゃないかなっていうぐらい、奥田崎はこの三 3, 3つの、 この列に入れるべきじゃないぐらい、俺は奥田先ですね、今。そして新しいやつ、えー、吉根ゆりア吉根ゆりアです。久々の AV ツさんごめんなさいね、皆さん。え、女主者帰る。わかんないと思うから。吉根ゆりア吉根ゆりアはね、J カップ、M カップですかね。で、めちゃめちゃ察知ち薄い顔してるんですよ。あれは、もう本当にむちゃくちゃされてほしい。 されてるところみたいしかも逆らえない逆らえない状態でしかも手足も自由が利かない状態でむちゃくちゃされててでもうな泣いてるぐらいのでも途中からマジで気持ちよくなる気持ちよくなって受け入れるっていうその転換期そこ俺み見たいですねめちゃくちゃ見たいやっぱり、ね、影があるが女とかね幸薄い女ってねやっぱりいいですね すごく僕そこら辺がいいですね。で、レイプとかできないじゃないですか、実際。実際かわいそうだし、すげえ。でも、AV はもう演技でやるから。それやっぱ楽しいんですよ。ええー、そして、3番目。これなんか、もう引退しちゃったらしいんですよね。小野優子。小野優子ってめちゃめちゃレベル高くないこんな女いたんだっていう。俺、Unext で見てるんですよ、AV って。 小野優子がもう、最近出てきたと思ったらもう引退なんですよ。小野優子やばくないですか俺相当レベル高いと思ったんだけど。こんなやつ来たのかと思って。なんで、なんで当たんなかったの小野優子。これやばいっしょ小野優子。もともと葵って名前だった。えいや、ち、えええ葵だったの 確かにそういえば似てるわ確かに似てるわなるほどあ整形してこっち側に行ったってことか確かに似てた俺葵めっちゃ好きだったんだすごいすごいねその何 <laughs> ていうの結局同じ路線をちゃんと同じように俺褒めてんだねちゃんと同じ路線をちゃんと同じように評価するってやっぱ俺俺芯が通ってますね 俺の趣味。しばしーっ一本筋通ってますよ。ええー。やっぱ俺自分のその好きなものに狂いないですね。いいもんはいいってちゃんと評価できてる。これ素晴らしい。これ素晴らしいですね。<laughs> 俺マジで <laughs>。バカすぎるけど、ちゃんと筋通ってますよ。俺ちゃんと自分の思い言ってる。誰かが、ね、あのクソね、お前らみたいな俗物みたいにね、ね、えや、誰かがいいって言ってるから俺もいいと思ってないみたいね。 ね、うんくちゃんが楽しいからうんくちゃんいいと思ったみたいな。黒人はあんまり人気ないから面白いけど、黒人のファンって言うと馬鹿にされないから黒人のファンって内緒にしとこうみたいな。そんなことしてないから俺は。ちゃんと自分がいいと思ったら黒人のファンでもこのファンって言うから俺は。ちゃんと言ってる。だからそれができてるよね。その評判に左右されない。そう、強さ。そう。これは実際すごいんじゃないですか僕のね。ちゃんと筋が通ってきたっていう。説得力ありますよ。うん。 奥田さん、ああ松下最古、それね、それランキング入りそうだっっ、ハイたータそれ、入りそうだったんですけど、幸薄いのは、今回は吉野ゆ里やに見ました。そう、松下最古、マジでいいんですが、今回は吉野ゆ里やに、軍配が。やっぱり、かなりいいんですよ。かなりいいんですけど、ちょっとやっぱり、もうちょっと昔の人という。もう、もう相当もう、章を総なめしてるんで、黒人の中の。 そうなめしてるんで、最近出てきた、やっぱ吉野、吉野ゆりやに、ちょっと僕は、えっ、ー、と、言っちゃいましたね。今回は吉野ゆで新人王しみたいな感じで。ユむねあいかはもう、あの、あの、誰です。殿堂入りしてます。殿堂入りっていうか、殿堂入りはしてませんけど、かなりレベル高い。あの、トップ3に入った時はあります。はい。えー、あと誰ですか深かない意味はダメです。おっぱいが、完全整形と分かっちゃうんですよ。離れてて。 あれは嘘なんですよってなると僕ダメ。もう整形っていう父はダメなんです。もう整形したらちゃんと柔らかくしろ。もうちゃんと寄せとけ。でなおかつ揺れもちゃんと均等に。あの波,波になれ。波に硬いままとか、もうそのままとかダメ。やっぱさすがに無理。うんだもうごめんよ。ごめんよ。もうしょうがない。オーロッでかい,いんだ。 で貧乳好きがいるからそっち行け。うん。俺は違う。で、あと、何の話だなあとは吉川あゆまあ相当古いだろ。もうそれはダメ。あれちょっと、あと、まあ、吉川あゆは、なんか、実際、ちょっと、ちょっと、ちょっとなんか、なんか喋り方がおかしくないあれ言っちゃってる系、だからちょ,ちょっと僕はあんま好きじゃないです。なんか集中できない。入れない。この子だってなんかちょっとおかしいもんなみたいな感じになっちゃうから。 篠田ダはそれ、さあもうそ,れはそれはもう、それはもう、そうなめしてますよ。てか、篠田ダは、電動あの、殿堂入りです。篠田ダは殿堂入りしてます。篠田優は殿堂入りしてます。はい。もう一人、篠田でいいやついたんですよ。名前忘れたな。もう少し篠田でいいやつ。松本直美は、めちゃめちゃ俺好きです。えー、っと、あの、ドラゴンアッシュの、あの、奥さんにそっくりなんだけど、俺は全然好き。実は。 あいつの,あの顔はブスだけど体は120点っていう漫画の、えー、実写版。むっちゃ興奮しました。これはもうおすすめですね。えー、まさにその通りなんですよ。うん、最高ですね。あとは白石ひろゆとか遅すぎるんだ古すぎるかお前古すぎるのやめてくれ。最近のやつ出してんだから、ちゃんと俺は。そう、足の悩み、そう、足の悩み、足の悩みいいですよ。 松岡千奈とか、そう、引退したやつ出さないで。た谷、あ、た谷祭りは今回ランキング外でした。た谷祭りは俺もう入りますよ。あの、俺、俺最初見た時に、めっちゃ体すげえなと。で、顔がむっちゃ田舎くせえなと。これ来たんじゃねえかっつって。こいつを愛せんの俺だけだろうと思って、バーって来たんだ。声がむっちゃ低いんですよ。低くら低くて。こんな低いのはちょっときついぞってなっちゃって。でも最近。 良くなりましたね。いい女になりましたね。最近ちょっと彼氏とかいるんじゃないですかあれ、恋してますよ、あれは。めちゃめちゃいい女になってるんで。俺、切りたり待っかなりいいす、ありす。鈴森レム、見てる知ってるもん。そういう、お前らその、なんていうのもう、俗物が好きそうな、ドストライクゾーンの、もう、もういいよ、いいよ、いっとけ、いっ,っとけ、もう、そういう、王道いっとけ。その、 深田京子とかさ、そっち系の藤原紀香とか、そっち系行けばいいじゃん。ちげんだよ、こっちは。そんなとこ行ったって紹介したところでみんな知ってんだろ。ちげんだよ。俺だけが好きだ。俺だけしか、こいつを幸せにできない。こいつのコンプレックスはすべて俺がめでてやる。俺だけがめでてやるってやつを出してんだ、俺は。まあ、ちょっと、奥田先は、 <laughs> ちょっとそ,そ,その枠には外れてるんですけど、奥田崎はぶっちゃけ王道,王道の可能性が高いですけど、<laughs> そうっすね、えー。お前気持ち悪い。いや、いいよ、いいよ。全然いいよ。好きにしろ。俺はそういうやつだ。俺は買えねえから。俺は本当に買えない。だ青いとマジちょ恥ずかしいぐらいだ、俺。青いと、その、ゆうは。 マジで恥ずかしいわ。本当に。マジで別人だと思ってたから俺。あっサチコそうそうお前お前サチコ知ってんのかお前次回これサチコあげようかなと思ったのに。お前サチコ知ってるかお前ら。やるな。かなりお前らのレベルだけだな。やるよ、サチコはかなりでかいよ。うん。三浦桜当たり前いいに決まってんだろ、お前。うん。 で、これ特別枠です。これは正直最近気になってる女にも入れようかなと思ったんだけど、まぁ、あ、ちょっと、若干 AV の、えっと、流れなので、特別枠作りました。えー、キリちゃん。キリちゃん、俺かなり気に入ってますね。もう放送はマジで、何にも面白くないんですけど、いや、可愛い,いっすね、キリちゃん。可愛い,い。マジで可愛い,い、キリちゃんは。 キリちゃんマジで、いや、磯野リ子じゃないですよ。磯野リ子じゃないですけど、霧島、霧島、えーと、なんだっけな。名前変えたんですよ。AV を引退して、今、配信者になってるんですよ。霧島サクラス、霧島サクラス。キリちゃんマジでいいっすね。キリちゃんやっぱ可愛いっす。放送鬼の鬼様だ。ずーっと、ずーっとコメントに返してるから。 桐島さくらうん、桐島さくらそれってもう加藤純ちゃん、うん、それはどうかわかんない、さくらそうだよ、放送になるつもりない、うん、そうかな、へぇ、うん、そうなんだ桐島、桐…リ、イスラキリじゃんないよ、えぇ、ー、キちゃんだよ、えぇ、ー、純の女の人、えぇ、ー、嘘、そうなのえぇ、ー、へぇ、そうなの桐島さくらそうなのとか、ずっとコメント読んでるだけ、一つも面白くないんだけど、でも、むちゃくちゃ可愛いやっぱめちゃくちゃ、うんこちゃんの抱きたい女リスト入ってた、えー、ちょっと待って、うん <laughs> かぶってる、やっぱ、あいつ、キョニアップ好きだな。え、うんこちゃんの、さ、抱きたい女リスト教えてくれ。俺が選別してるよ。せ俺,俺の選球眼に当たるかどうか。抱きたい、抱きたいリスト上げてくれ。うんこちゃん、俺知らない。霧島さくら、その代わりね、入輪がちょっと小さい。まあ、そこだけ俺気になってる。みやこ、霧島さくら。みやこちゃんはね、まあ、昔から言ってることはね、 うんこちゃん好きな女リスト。みゃコ・こ、きりしまさくピザラジ。ピザラジってなんだよ岩淵ってなんだよ二人だけみゃこちゃんとキリシマ・サクラだけみゃこちゃんに対しては俺も一切触んない。みゃこちゃんを触れる配信者。もうそれはうんこちゃんと同じことをしてるだけ。だから俺絶対触らない。もうあれは二人で、もう彦星と織姫やってくれ。もうそれでいい。俺はもう一切触らない、あれは。あれはもううんこちゃんに失礼。 うんこちゃんとみやこちゃんに失礼。さすがに触らない、これは。売りき記念でねえんだけど、いちいち、俺もよっかかって、なんかすり寄るようなまぜは一切しません。だからみやこちゃんの話全く出さないじゃん。そもそもそんなにおっぱい手がいないから、でかそうに見えてるけど、実際そんな手がけないあの。あの子はガリガリだから、多分もしかして E カップぐらいあるんだろうけど、あの子はガリガリだから、もんだときに相当小さい E カップになってるんです。だから、俺とはちょっと趣味が違う。 まあ、あそこは2人でイチャイチャしたってくれもしもの岩渕もしもっておお俺じゃん俺一緒に共演した人じゃないの人狼違うあの女の子じゃないだよねそうだよねえ女の子じゃんここの子とやりたいって こいつ自分の気持ちってる。<laughs> ただのゲスじゃねか。ゲスやることじゃもしかしたらワンちゃんやってるぞ、こいつら。ワンちゃんやってて、てめえの女を自分の、あの、戦線 <laughs> 持ってきてる可能性あるだろう。あいつそれぐらい力あるだろう、だって、うんこちゃん。あいつ終わってるな多分やってるぞ、これ。 わかんねえけど。岩じゃんリップサービス好きって言ったけあげてるやつはこうと思う。あ、そういうことあ、そうなのあ、そうなのそうだよな。さすがいだそれ。それ、それ言ってたら本当にやってることになってるから、これ。それちょっと、ほ <laughs> <laughs> 股間に来る顔って言ってあげただけか。あー、ごめんごめん。間違えて。ごめんごめん,ごめん。ごめんごめん。すいません。すいません、じゃあ。だまされた。ごめんね。すいませんね。申し訳ない。 いや、もし、でうんこちゃんが、えー、っと、<laughs> 次から、リップサービスじゃなく、えー、お前ら、警戒しとけよ。うんこちゃんが、こいつやりてえなっ,つって言って、そいつが出演したら、考えとけ。ああ、もうそっから関係始まってんだなっ,つって。ああ、もうその頃からできてて、で、すぐ出すとバレるから、ちょっと期間置いて、自分の番組に出演させるそれぐらいの力あるぞ、あいつは。お前ら。あいつはそうやうた、いつはそうやった。 ああ、違う。俺、それだったらめっちゃ好きだ。面白かった。らうんこちゃんもっと好きになったのにな。くそー。もしもの岩渕さん言ってないんだな。んだ面白くねえな、それは。それ面白かったのにな、やってたら。しかも、うんこちゃんからすると、岩渕さんが、俺、あの人狼の時さ、俺のことボロクソ言ってたじゃん。あの、岩渕さん、いや、黒人さん、お鬱陶しいぐらい怪しいみたいな。 もうとにかく、もう、もうセンサーでも無理。もうあなたの話聞きたくないぐらい、もう本当にデブ嫌いみたいな、もうカッコアトピーだしみたいなぐらいまで、もうガンガン、もう顔切れてたじゃん。あの時、うんこちゃんむちゃくちゃこうしてたもんじゃんな。もっといいやれ黒人持ってやれこの野郎つって。ほら、あいつはもう本当に気持ち悪いような、そうだよな顔真っ赤だよなつって。 夜もしかはむらめちゃくちゃ楽しいかもし俺を見ろ俺は顔白いぞつって。楽しんだかもしれない。ちょっとわかんないけど。てかじゃきりちゃんはでも、やっぱきりちゃんはやっぱあれか、うんこちゃんもでもやっぱ見つけてんだな、やっぱそうだよな。これはさすがにね、きりちゃんは本当に。 やっぱ、キイちゃん可愛いよ。さすがに可愛い。めちゃくちゃ可愛い。それから入院がちょっと小さいけど、これはやっぱ、キイちゃんさすがですよ。さすがです、この人は。うん、俺は本物だなと思った。うん。これやっぱ、いい女です。それはもう間違いないです。生で見たら、な、なるせ、あ、ココミめっちゃ可愛かった。ココミ可愛かった。で、すっげえ辛いお話があるんだけど、なるせココミちゃんめちゃくちゃいい子なの。 で、番組終わった後もフォローし続けてくれたの。結構フォローしてたの。で、俺そんなけなげな、成瀬心美ちゃんがめちゃめちゃ可愛くて、俺もすげえ応援してさ、成瀬心美の歌とか YouTube でも聞きまくったの。で、しかも俺さ、あのー、木村雄太くさんも好きなの。だから、あの、あの月とすっぽんぽんとかも見てて、で、そこのエンディングテーマで流れてくんだけど、あれ。 あの、あの子がバンドやってるやつとか、すげえ流れて、すげえ聞いてて、いい歌だなって聞いてて、して、2年ぐらい経ったら、そうなんです。勝手に外されてました。勝手に外されてて、クソダセーと思ったけど、俺も外した。もう、これ以上ダセーことはないっていうくらい。 外されたから外したっていう、クソダセいことしました。俺は。仕方ない。うん。そういうことです。クソダセいこと。まあそうだよね。カニちゃんも思い同じ思う。カニちゃんにやられたことを、俺も食らったんだよね。そう。しょうがない。まあ、インがです。こういうのはね。うん。アトピーかどうかは知らなかったです。あの頃まだおでこ綺麗だったから。おでこめっちゃ綺麗だったから、まだあの頃 <laughs>。